ロビには、クロアチアのお都市。イストリア半島西岸に位置する観光地であり、漁港である。イタリア人共同体があり、市内ではイタリア語がクロアチア語とともに、公用語となっている。さらに、かつて半島中で話されていた、ロマンス語形言語のイストリア語が、住民の一部によって、未だ話されている。ロビには、イストラ軍にある9つの町の一つである。気候は、 地中海性気候で1月の平均気温は摂氏4.8度、7月の平均気温は摂氏22.3度である。年間平均気温は摂氏16度である。海水温は6月半ばから9月半ばまで摂氏20度以上になる。年間平均海水温は摂氏16.6度である。5月半ばから9月まで日照時間は1日10時間以上になる。 年間平均降水量は941ミ、mm、リメートルである。植生は熱帯となる。もともと、死のある半島はかつて島で、本土から海峡で切り離されていた。1763年、海峡は埋め立てられた。ロビニ沖にある、小島群には22の小島がある。ロビニは、古代ローマが占領する前にすでに、イリューリア人の定住地があった。 ローマ人は町をアルピュヌム、または、モンスルビネウス、のに、ルギニウム、ルビニウムと呼んだ。沿岸に近い島に町は建てられ、1763年に、海峡を埋め立てて、本土とつなげたのである。ローマの衰退後、東ローマ帝国の一部となり、6世紀には、ラベンナ総督府の一部となった。788年には、フランク族に支配された。 その後数世紀にわたり異なる封建領主の支配を受けた。1209年以降、ロビニはアクイレーヤ大使教座に支配された。1283年から1797年まで、ロビニはベネツィア共和国が支配するイストリアの重要都市の一つであった。市は三つの門のある二つの支壁の列で要塞化された。 今も残る紙壁はこの時代からのものである。不団に近い古い紙壁の一部はバルビのアーチといい、1680年から経っている。また、高機ルネサンス様式の時計塔もある。ロビニが取得権を授けられたのは1531年のことだった。ベネツィアの没落とナポレオン戦争により、ロビニは第一次世界大戦まで、 オーストリア帝国の一部となった。1918年から1947年まではイタリア王国に支配されていた。1947年以降ユーゴスラビアに併合された。この時代にイタリア系住民の多くがイタリアへ逃れていった。ロビニにはおよそ1万5000人が暮らしている。市民の多数派となっているのは65.94%を占める。 クロアチア人である。また、およそ2400人のイタリア人が暮らしている。その他の少数民族は、2.37%のアルバニア人、1.81%のボスニア人、3.51%のセルビア人である。市議会は19人の議員から構成される。所属政党は以下のようになる。地元で、ナイトクラブや野外劇場など、 遊境施設が集中するのはモンビである。近隣の町や都市から旅行でやってきた人々が地元住民と一緒に楽しんでいる。モンビでは定期的にコンサートが開かれ、クロアチア音楽界の大物や国際的に名の通ったハウス、テクノ音楽の DJ がやってくる。モンビ郊外では夜にコーヒーバーや地元パブ、バーが賑わう。夏季には、市は 若者で溢れかえるが、冬季は静かな街になる。冬には多くのバーが早じまいし、週末にしか賑わわなくなる。最も人通りが激しいのは、ロビニの中心部である。主要、バスステーションが、旧市街に向かって伸びている。大半のバーがここにあり、地元住民はここでたむろしている。毎年8月、ロビニはグリシアという、人気のある、 野外芸術祭を開催し、国内外の芸術家が作品をグリシアの石敷の通りに展示する。ロビには、イタリア人、ドイツ人、オーストリア人、オランダ人、イギリス人らに人気の観光地である。近接する空港は、トリエステとプーラにある。最近イギリス発のトリエステ便、トレビーゾ便、ベネツィア便、プーラ便が格安に紹介されていこう イギリス人観光客の人数が劇的に増加した。夏季には、ベネツィアロビに間を高速の直行フェリーが運行する。数多くのホテルが市内にあり、夏季には常に予約方になってしまう。その他の宿泊設備として、個人経営の貸し部屋やアパート、バンガロー、キャンプ場などがある。ありがとうございます。